皆さんこんにちは合同会社スマイルスペースの小川淳也と言いますよろしくお願いします私のキャリアは理学療法士としてのキャリアはこの病院から始まりましたこの病院は全国から神経難病の方がま来る特殊な病院です神経難病の中でもパーキンソン病の方が群を抜いて多い病院でした私も理学療法士としてこのパーキンソン病に対していろいろなリハビリテーションをすることになります パーキンソン病は体の動きがあ少し動きにくくなっていく病気です。難病の中では患者数が多く、日本に16万人いるあの疾患です。現時点では根治療法がない神経難病と言われています。しかし難病の中では運動の効果性が非常に高いと言われています。一般的に高齢になっていくにつれ、あの体の動きも少しずつあの悪くなっていきますが、パーキンソン病の方も。 パーキンソン病になってしまうとその動きにくさっていうのが急激に悪くなってしまいますしかしパーキンソン病において適切な薬物療法と運動療法の両輪が大事と言われています運動が本当に大事と言われています 私も病院で入院、パーキンソン病の方を入院し中にリハビリテーションを通して多くの運動をするんですが病院から退院して家に帰った後また1年後まあ、数ヶ月後に少し悪くなって帰ってきてしまいますなんでだろうってすごく疑問に思いました自分のやっていたリハビリテーションは本当に意味があったのかそういうことを迷う日々が続きます2012年のある日一人の患者さんが私のところに訪れてきてくれました 退院すると一人では運動を続けられません。病院でなんとかならないそう言われました。しかし、病院でなんとかしたところで、やっぱり家に帰るとまた悪くなる。そういうループは断ち切れないと思ったんです。まあ、どうしよう。ここでもすごく悩みました。そんなある日、この言葉に出会います。青山キャンサー ihaba キャンサー。これはがん患者のか患者さんが書いた言葉なんですが、上の青山キャンサーは私はがんです。まあ、その人イコールがん。 相幅キャンサーは私をがんを持っている。つまり、一人の人としてみてっていうメッセージが込められていました。これを見たときに、私はすごい、あ、なんかすっきりしたなっていう思いを覚えだした、覚えています。理学療法士は運動の専門家。まあ、患者さんは病気の専門家、そう思うことにしました。まあ、そう思ったら、いてもたってもいられず。 あの病院勤務の時に通常の業務をちょっと投げ出して、あの当時入院していた4人の患者さんを病院の喫茶店に集めて、まあ作戦会議をしました。そこで患者さんからリアルの声をたくさんもらいました。まあ気軽に運動する場がないんだ。私はあると思ってたんです。退院して地域に帰ったらあると思ってました。医療保険内、まあ介護保険内ではリハビリを続けられない、限界があるんだよって言われました。 私も地域に帰ったら病院他の病院とかクリニックで受けられるかなと思ったんですけどまだ軽度のパーキンソン病の方は受けられないんですね。それを聞いてびっくりしました。じゃあこの状況をどうやって解決しようかっていうのを患者さんと一緒に話し始めました。したらやっぱり気軽に集まれて運動する場があったらいいねっていう話になりました。そこで立ち上げたのが PD カフェという活動です。 パーキンソンディ病の頭文字を取って PD、集まりみんなが集まりやすい場を作るためにカフェ、まあ PD カフェと名付けました。2013年4月から病院の近くにあったあの体育館で場所を借りて始めました。病院にいると患者さんと医療職、ちょっと壁があるそんな感じがしました。しかし病院の外で活動してみるとその壁を取り払い、まあ一人のシート大使ととしての関わりができるようになりました。 患者さんと一緒に場を作ったときにすごく鳥肌まあワクワクして鳥肌立ったのが今でも思い出します最初4,5人で始めた活動が徐々に口コミを通してあの大きくなっていきます20 20人30人もう本当に大きな大たくさんの人が集まるようになってきましたその中で患者さんとたくさんのことを話しますそこで気づいたのはやはり患者さんパーキンソン病の方といえど 仕事をしたり、まいろいろ強みがある、あと趣味がある、そういうことをあの教えてもらいました。そんな時にこの方、えっ、ー、とこの方ですね。この方は地下鉄の構内アナウンスや、えー、司会業、あとボイストレーナーとして活躍しています。今日地下鉄メトロで来られた人はもしかしたらこの方の声を聞いているかもしれません。この方は私が病院に勤めてた時に見ていた患者さんなんですが。 パーキンソンソ病自身がパーキンソン病になってしまったでボイストレーナーの経験を生かしてちょっと喋りにくくなってきてしまうパーキンソン病に対して何かできないかそう言ってくれましたそこで今 PD カフェではこの方がボイストレーナーとして活躍してくれていますこうやって強みをそれぞれの強みを生かして主体性を引き出せる場そういうのができてきましたこの方パーキンソン病発症33歳の時になってしまいます。子育てててをしてパーキンソンソ病になっている そういう経験を若年性の人たちと共有したいそういう場を作りたいんだって PD カフェの中で若年のの部をを作っててててくくれれこの方が会を運営してくれていますそうやって患者さん同士がお互いが課題を解決していけるコミュニティとして成長していきました。 従来の運動教室は一方向性のコミュニケーション、まあ講師がいて参加者がいる。なのでコミュニティとしては成り立ちにくいと思っています。私たちが目指すのはコミュニティとしての運動教室、みんなで一緒に作ろうっていう場を提供しています。今拠点数は全国に7拠点あります。この広島でやってくれてる方、患者さんで、あと看護師なんですが、この活動は絶対必要だから広島でもやりたいそういう熱い思いであの来てくれました。 私はこのノウハウを提供して今ではこの方の熱い思いに賛同して医療従事者ま他の関連職種がチームとなってすごく素敵なコミュニティができていますそうやって患者さん当事者が主体的になれるコミュニティ作り私はそういうのを PD c フでしています今では患者さんが運営しているおしゃべり会まあ月1回の運動教室だと 全然話し足りないので、自分たちでもやりたい。あとは卓球の会だったり、翌年若年性の会、あと女子会っていうのができてました。これは僕はあの私は男性なので、小川さんは女装しないと来れないよって言われてます。自分が作ってきたコミュニティなのに参加できないコミュニティが出来上がってきました。で、あの皆さんの声を聞く、うちにパーキンソン病専門のリハビリジムというのを今年オープンさせました。 ここでは理学療法士はもちろん神経師などまあいろいろな職種が関わっているんですが、ここでも患者さんがえっ、ー、と当事者としてまあ、そのノウハウを伝えるためにインストラクターとして運動教室を開いてくれたりボイストレーナーとしてボイスあのボイストレーニングをしてくれています。リハビリかけるまるまるかけるコミュニティ私はここにパーキンソン病というのを入れています。しかしここのまるまるは社会的課題が当てはまると思っています。 ほかの活動として孤独死予防をテーマに運動教室をやったり高齢男性の方の方運運動教室ををやったりししててていいまますすこ,こも患者さんが自自分で自主的に運営をしてくれています病院から退院して自宅に帰るそしてまた帰ってきてしまうそういうループを断ち切るためには病院に退院した後に適切なコミュニティ強みを生かして主体性を引き出せるそんなコミュニティがあることが大事だと思っています。 高齢化社会みんなで支えようじゃなくて共に作るそういう場を作れると私は思っていますそして最近海を越えてネパールにこういう活動を広めるという形で行っています皆さんと一緒に活動していきたいと思いますのでぜひアでお声掛けくださいご清聴ありがとうございました